が歌ったのは私の新曲で灼熱のパレードでした。それと今日はすごいお知らせがあるんだよ。発表していいって言われたからお知らせするね。この間まで私がマンスリーゲストで出てたテレビ番組があるでしょ。なんとなんと次のシーズンからレギュラー入りが決定したんだよ。ありがとう。でもね、最初はちょっとだけどうしようって思ったんだよ。なんでかっていうと、アイドルとしてじゃなく外国にルーツのある面白い人だったから。でもね、考えたの。違う国にいたパパンとママンが出会って恋をして、それって私の全部の始まりでしょ。だったら大事にしたいなって。だから島原エレナは面白い人じゃなくてアイドルだってテレビでも覚えてもらうから、みんなも応援よろしくね。みんな楽しんでくれたかな。本当に？よかった。ねえプロデューサー、アイドルって本当にすごいんだね。だって喧嘩してた人たちをあっという間に笑顔にしちゃうんだもん。そうなの？だったら嬉しいな。